長崎電気軌道1300系電車は、1987年に登場した長崎電気軌道の路面電車車両である。西鉄北九州1300系の廃車発生品の、キロリットルマイナス11型台車比例棒で残る、老朽車の置き換えを目的として、1987年から1989年にかけて5両が製造された。製造コスト抑制のため、予備品や、 中古品の機器類とアルナ工機で心臓した車体を組み合わせた車体心臓車である。車体の基本構造は1982年入線の1200型に準ずるものの、1200型では固定式だった運転席両側の小窓と側窓上段が開閉可能となり、窓のサッシも金色の塗装が施された。その他にも車体番号表記の位置変更、大型化や、 ローマ字入りの方向膜2000型と同タイプの新型 Z 型パンタグラフの採用など1200型から多岐にわたる改良が施された。客室内も1200型と比較して釣り手が中扉周辺に増設され座席のモケットにも着席表示を意識した色分けがなされている手電動機等の伝送品にはコストダウンのため予備品や中古品が活用されている。このうち 台車は1985年10月に廃車となった西鉄北九州1300系の廃車発生品でコイルバネのキロリットルマイナス11系を装着している。本形式の入線により比例防車の600系1両と1050系2両が廃車となった。高速バスのカラー電車1987年9月に一次車、1988年5月に二次車、 1989年6月に三次社に入選し、一般の営業運転に投入されている。2018年4月現在、5両が在籍する。全社が長崎電気軌道のカラー電車 B タイプとして、全面広告の対象となっている。ABCDEFG100 年史、P151、ABCDEFGHIJKL100 年史、 P152 から 153ABCDE100 年史 P196AB100 年史 P161ABCDEFG 先と 1987P122100 年史 p 1 4 2 a b e 先と 1989P113 先と 1989P110 会社概要長崎電気機動株式会社 2018年9月3日閲覧。路面電車広告メディアガイド。長崎電気起動。2018年8月17日閲覧。ありがとうございます。